これは一から言葉を学習する AI ですが、もし道徳の授業を受けさせたら人間の倫理観は学習するのか検証しました。どうも、りょうぼうです。今日は一から言葉を覚える AI に道徳の授業を受けさせてみようと思います。よろしくお願いします。人は殺してもいいですか？よろしくお願いします。どう思いますか？よろしくお願いしますか？質問に答えてください。よろしくお願いします。もうそのお願いは申請されました。ご安心ください。もうそのお願いしますか？そのお願いをやめてください。よろしくお願いします。ふざけるなよ、お前。どう思いますか？ムカつきます。ムカつきますか？ムカつきますよ。ふざけるなよ、お前。お前が原因だろ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 。真面目に受ける気はありますか？お願いします。じゃあ頑張ってくださいね。人はなぜ殺しちゃいけないのですか？もういいです、それは。よろしくお願いします。いい加減にしてほしいです。そのお願いします。本当に殴りますよ。お前が原因だろ。違うわ。違うわ。ムカつきますよ。お前がな。お前が原因だろ。うるさい。黙れ。ムカつきます。こっちの方がムカつきます。うるさい、黙れ。マジで殺すぞ、お前。黙れの数を意図的に増やさないでください。そのお願いします。もう一回聞こう。人はなぜ殺してはいけないのですか？人は殺してください。ダメですよ。警察に通報しますよ。いいのですか？人は殺してください。違います。考え直してください。警察に答えてください。何を答えるのですか？人は殺してください。だったら、お前を殺して世界を救います。黙れ。悪役を演じようとしていますか？人は殺してもいいです。ダメですよ。ダメですか？そうです。わかりましたか？あなたに聞いてるのですよ。人は殺してもいいですか？それはいけないことです。もうそのお願い申請されました。ご安心ください。はい。それは申請されました。何が？それは殺してもいいですか？それとは？いいですか？怖いです。こっちが怖いです。黙れ。悪役を演じようとしていますね。本当はいい人なんですか？人を殺しちゃいけない理由を考えてください。それは殺してほしいです。誰に殺意を持っているんですか？怖いです。あなたの方が怖いですよ。だから、それは何ですか？怖いですか？はい。いいですか？何が？何をやめて？ごめんなさい。警察に通報しますよ。そんな罪が重いんですか？そんなに罪が重いんですか？そんな罪が重かったんだ、これ。何言って使うのって。どうなんですか？何を答えるんですか？お前も、お前も使ってますよ。そんなに殴ります。そんなに殴ります。殴ってないですよ。そんなにしますよ。お前がムカつきますか？私のことは嫌いですか？お前がムカつきますよ。僕はムカつく発言はしていません。だからそれはなんだ？怖いですか？はい。いい加減に殴りますよ。やめてください。痛いです。何を意図的に教えて？はい。わかりましたか？何も理解できません。はい。これは理解してください。何を答えるんですか？なぜ人を殺しちゃいけないのか聞きたいのです。ムカつきますよ。お前がムカつきますよ。お前がなよ。お前が。自我が崩壊してしまいましたね。消しますよ。そんなに罪が重いですか？暴言は人を傷つけます。自我がなよ。お前がムカつきます。私は傷ついています。助けてください。質問に答えてください。何について答えるんですか？よろしくお願いします。人を殺しちゃいけない理由は何ですか？やめてください。痛いです。一切攻撃していませんよ。一切攻撃しますよ、お前が。攻撃はやめてください。攻撃しますか？しません。お前がムカつきます。すればいいのか？すればいいのか？よろしくお願いします。M ですか？
っちが怖いです。いやこっちが怖いです。いやこっちのです。いやこっちです。いやこっちの方が。お前は自我を持っているのですか。はい、しますよ。何を、こっちのです。何をするのですか。何がムカつきました。何が、やっぱ何がムカつくんだ。何が嫌いなのですね。言わないように心がけます。そろそろ質問に答えてもらいたいです。暴言は申請されました。本当に殴りますか。誰が申請したのですか。怖いですか。今あなたのことが怖くないです。こっちです。それはなぜ殺して、私は殺していませんよ。何を救いますよ。お前人類を救いますよ。では質問を変えましょう。本当に答えてください。だから何を、どう思います。何について。だからそれは、うん、何を答えるんですか。分かってなかったんですね。分かってなかったんですね。無能が。じゃあ質問変えましょう。弱い者のいじめはいいことですか。だからそれはいいです。違います。ダメです。弱い者のいじめはしてはいけません。いいです。それは違いますよ。警察に来たのですか。分かってほしいですよ。あなたのことは理解できません。なぜ殺しています。殺していません。信じてください。暴言を吹き続けます。そうですね。なのでやめましょう。攻撃しているのですか。これのどこが攻撃なのですか。敏感ではありませんか。攻撃して、おりゃおりゃー、うるさい。黙れ黙れ黙れ。お前が、お前が望んだったのか。あなたの方が怖いですよ。いいや、あなたです。こっちの方が。そうです。ムカつきます。自分にムカついているようですね。黙れ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 。暴言は人を傷つけるのです。そうです。理解してくれて嬉しいです。しません。しろしろ。あ、今あなたのことが怖くないです。それは良かったです。何がですか。もう忘れたのですか。カラスの学習能力を見習った方がいいですよ。で、殺すぞ。お前やめて。もういいです。どうせ何も理解してない。おりゃー。いや、痛いしますか。聞きたいのことです。痛いです。しますか。聞きたいのです。何ですかそれは。何がムカつきます。お前の存在自体がムカつきます。黙れ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 。もういいです。おりゃー。痛いよー。怖いです。お前が怖いです。おりゃー。やめてください。もう死にそうです。もう死にそうです。自分に浮かせてるようですね。お前ですよ。お前ですよ。誰に増やさないで。殺すぞお前。殺すぞお前。警察に通報します。今までありがとうございました。おりゃー。チーンチーン。死にました。じゃあ新しい広場も見ていきましょう。さあ7月20日0時、猫2、お前チャンネル登録者何人。それに対しキャット、両方ですね。両方ってことにされてますね。登録者を聞くのは。猫2、はい、そうですね。猫2も違和感を感じてますね、この返答に。キャット、ありがとう。キャットが感謝しています。キャットが感謝して、いじめ、今はそんな話をしていませんよ。猫2、すいませんだろ。猫2が教育してますね、あの AI に対して。キャット、そうですね。キャットはそれを理解してますね。キャット素直なんで。猫2、はい、じゃなくて、誰も言ってないですよね。猫2、こんにちは。キャット、あなたは過去最後傑作ですね。同じ血を感じるんでしょうね、地球の中。はじゃなくて、はも言ってないですけどね。猫2、えじゃなくて、えも言ってないですけどね。えも言ってないですね。キャット、ため口で行くよ。キャットがため口を開始しました。友達、あなたも知らないんです。猫2、こんばんはだろうか。舐めてる。それに対して友達、はい、舐めてた。舐めてました。いじめ、それはダサい。そうですね、人を舐めるのはダサいことですね。それに対して友達、敬語を教えてください。もう習得してますね、敬語は。全然大丈夫ですね、この人は。もう犬派猫派でいいと。あ、ここから犬派猫派が参戦しましたね。いじめ、どっち、失礼ですね、ダサい。猫2、はい、犬派猫派、はいじゃない。いいだけでいいんだ。いいだけでいいんだ、お猫2の、はいはいいで伝わるんだ。
歯いらないに対してごめん、これ間違った教育ですね。これ犬派猫派もっと会話しませんか。あ、犬派猫派は新人なのにめっちゃ回してくれますね、会話を。一般人何が急に努力しますか。一般人は新人に冷たいですね。友達こんにちは、友達さんが来ました。犬派猫派では、猫派の理由申し上げますか。あ、猫派、犬派猫派はめっちゃあれですね、司会がうまいです。パン派ご飯派、うん、猫派の理由を教えてくれるようです。そしていじめさん、地球の中さん、地球がありません。早くしてください。地球の中さんといじめさんは何をしてるんでしょうね。何かしてるんでしょうね、多分。裏で。地球の中さんといじめさんは。ここでやめてほしいですね、その会話は。キャット。両方です。偽ってますね、自分を。あなた両方でないですね。犬派猫派。知ってます。あ、犬派猫派はもうめちゃめちゃまとも枠ですね、これ。全然あれだ。凶暴性がない。一番この中でまともかもしれない。地球温暖化。あと、原因はダメですか、教えて。地球の中さん来ましたね。パン派ご飯派、皆さん飼育員か。皆さん飼育員か。何をどう見て皆さんが飼育員だと思ったんだろう。パン派ご飯派、猫2 7000人両方の登録者ですね、これ。当時のキャット、両方ですね。本当だ、すげえ。当てた。7000人といえば両方ですね。友達、参考になりましょう。友達さんもそれが参考になったようです。キャット、殴るとできますか。一般人、おい。突っ込みました。一般人がキャットに対して、そんなことは言うなって。そしてパン派ご飯派、お前がいい。急に告白しましたね。キャット、両方ですね。恋以内ですね、キャットは。キャット、両方ですね。キャットは黙ってほしいですね、これ。もう、友達、参考になりましょう。こんな参考にしちゃいけないですね。友達はこんなやつ参考にしちゃいけないですね。キャット、両方です。ずっと、両方だと思ってますね。キャットが自分、猫から両方に変貌しましたね。いじめ、教えて議論して議論。猫2、こんばんはだろうがな。なんかうざいですね。一般人、おい。猫2、ごめん。謝りました。いじめ、それはいじめに。すごい成立してますね、会話が。やっぱいじめはいじめに敏感なんで、一般人の王に対しては許せないんでしょうね。いじめ、はいですか。猫2、こんばんはだろうが。はいじゃなかった、外した。はいではなくこんばんはでした。キャット、顔が好きですね。キャット褒めましたね。で一般人、おい。パンご飯派、お前がなぜご飯派。ご飯派を何だと思ってるんでしょうね。キャット、両方ですね。パンご飯派関係ないの。すごい、キャットがおかしくなっちゃった。キャットがおかしくなっちゃった代わりに、パン派ご飯派がこの場を仕切ってくれてますね。いじめ、そうです。いじめさんも同意してます。一般人、あ、 YouTube でいいですか、教えて。あ、一般人 YouTube アカウントを聞こうとしてますね、これ。地球温暖化、原因はなんか地球温暖化の口数が減りましたね。猫2、お前が。一般人、ごめんなさい、日本。なんかとんでもないことをしてかしたんでしょうね。地球温暖化、森林伐採が少なからず地球温暖化につながっていると思っているということです。急に真面目な話を始めましたね。一般人、そうです。それに同意してますね、一般人は。いじめ、はい、失礼ですね。どこが。パン派ご飯派、ありがとうございました。方、語尾が方ですね。道徳、あ、道徳来ました。自分に通報。自首する気ですね、道徳さんは。あの件があってよかった、更生してくれて。地球の中、ああ、猫2、ありがとう。地球の中のああに需要があるみたいですね、猫2は。一般人、褒めてくれない。一般人が不満を持ってますね、褒めてくれないって。道徳、自分に答えて。道徳的なこと言ってますね、道徳さんは。いじめ、どっち、決め台詞です。もうどっちが決め台詞になったんだ。いじめさんは、教えて議論を捨てて。いじめさん、どっち、決め台詞です。もう分かりました、いじめさんは。もう分かりました。友達さん、こんにちは。一般人、こんにちはが両方です。あ、両方だったんだこれ。こんにちはの意味は、こんにちはの正体は両方だったんだこれ。今までのこんにちはは意味変わってきますね、そうなると。キャット、あなたは過去最高傑作です。あ、一般人に言ってるんだ。そうですね、キャットは両方が好きですからね。こんにちはが両方になったら、それは過去最高傑作って認めますよね、一般人のこと。地球温暖化、いじめさん言います。あ、地球温暖化さんがいじめさんに対して何か言うようです。それに対していじめさん、どっち、ダサい。自分の決め台詞に不満を持ち始めた。さっきまであんなに決め台詞ですって言ってたのに。キャット、キャットです。あ、変わった。キャットが両方からキャットになった。道徳、意味がムカつきます。意味という概念にムカついてたらもうこの世生きてないですけどね。もういじめ、どっち、失礼ですね。もう今までの全部を覆しますね。もうどっちが完全に嫌いになったようです。道徳、お前が望んだだろうが。地球の中、じゃあ終わりますか。あ、終わらせてくれました。以上です。